ここ。今日は映画スターたちが一堂に会して談笑してる感じかな。髪伸びたね。ここ数日で。あと自分では作ったりして、はい、すいません、行かせてください。はい、どうぞ。行きます。はい、ありがとうございます。全員素敵です。はい、じゃあと5枚ください。2、はい、素敵です。次、ラストです。カメラが調子おかしくなっちゃって知念がくれたの。そうなの、くれたの。今のあれだよ、使ってないから。今のあれだよ、くれたんじゃないんだよっていうやり、多分やりたかった。そうなの、普通にあげたつもりだったから。マジかよ。山田さんのボケ潰さないで。いや、めっちゃ逆に心、懐が広いところ。使ってないって言えど、いいカメラっすよ、普通に。で、それをあのゲームチャンネルを使ってっていうので、まあ借りた状態ではあったんですけど、くれたっていう。でも今公式にくれた、残りましたくれたっていうことです。でもね、本当にこういうのが何倍もやって帰ってくるんだよ。大事だよな、まずな。でも本当大事だよね。そうなんだ。あ、ちょっと映画館撮影禁止なんで。映画館ちょっと撮影禁止なんで。なんか私は成人男性頑張ろうと思ったんだけど、このファッションでなんかモデルさんみたいな風にしたくて。マジ変なやつだと思った。なんかよくわかってのデザインしてそう。いや、いけそう。これとか変かな。どうかな。どう。似合う。似合うことある、これ。似合ってるか、これ。似合ってるよ。これは似合わないでしょ、すでに。まあ、山田くんっぽくはないです。めぐめでねって聞いてきたね。あー、ちょっとごめんなさい、今日休館なんですよ。休館で、はい。眉毛の太いお嬢さんが。いや、女装できる、面白い。あれ、いいとこもじゃない。俺、女装ないんですよ。女装は選抜メンバーで、伊能と伊能と山田と知念。女装になりやすい。女装にしたら綺麗な感じになる。可愛かったか分かんない。可愛い。さっきまでのここにいるよ。タテロールが完成しそうです。完成しそうですわ。可愛い。ああ、なんか可愛い子が近づいてくる。よく見たらおじさんです。ツーショットやばくね。何しに来たの。倹約だし、なんか喧嘩してる。一緒に来てる感じじゃないね。あれでもいいよ。ありがとうございます。